天は長く地は久し、実況プレイ始めていきたいと思います。もう2時間半やってんな。そろそろクリアすんのかな。5000ジェムあるからハッキング3買いてえな。あれ何買うって言ってたっけ前回。あ、超結晶の死人、これ以上いらねえんだ。ワープ機能はなくてよくて、足場も欲しいな。ハッキング4000だから足場とハッキングかな。まあ、発光もないし、通風口はもう自分の実力でなんとかできるレベルだと思うんで、これ検索機能も結構欲しいは欲しいよな。アーカイブとチーマがどこにあるか、まあでもこれもな、自分で探せるっちゃ自分で探せるから、まあ、とりあえずハッキング3かな。ハッキング3購入、ハッキング3マックスで足場出現、これでも結構どこでも行ける状態にあんのかな多分。であとはもう普通にお金が余ってきたら移動速度買ってっか。お金っていうかジェムが D3 スタートできるな。 D3 スタートにしてみるか。あのメイドのところが D3 か。じゃあ一旦 D3 スタートからやっていこう。今日はここは安定だもんね。てかここに戻ってきたら回復したりすんのかな。ウサギのやつ手に入れても、仲間探しよろしくお願いします。僕はここでお留守番してます。残りのタニカのパーツはあと4です。 OKOKOK。 まあまあなんとかするとして、パーツが全部揃うとあの子が復活したりすんのかな。じゃあやってみるか。開幕メイドがいるけどスルーして、あ、足場が増えたから、わ、そういう意味か足場って。え、どうやって行くのあそこ。あ、なるほどね。これも取れたりすんだ。あ、足場ってこういうことか。面白い面白い。ただ面白いけど使いこなせるかどうか微妙なところだよな。ここら辺のやつも全部取ってって、ここら辺とかも見てもあんま関係ないんだもんね。じゃあ続いてどうしようか。ここも取って、とにかく結晶いっぱい取ることだよな。足場ができたからな、ここも一応取ってくか。よし、天井の方向とかもあるんだけど、わあ、メイドロボばっかいるな。アーカイブあんな、あそこアーカイブあんな。でもメイドがいっぱいいんだよな。アーカイブ取りに行きてえけどメイドばっかだな。あ、でも逃げ切れんのかこれ一応。すげえ追ってくるな、すげえ追ってくるけど一応逃げ切れるは逃げ切れんだ。初めて知ったわ。まあ、とりあえずハッキング3手に入れたから3でハッキングできるようなところ行ってみたいけど、あ、ここは足場ねえんだ。じゃあどうするかな次は。こっちって何だったっけ。は、あ、ありがて、100ジェムありがたいよな。あ、そうか、ここのチーマをとりあえず取って、助かったチーマ、下は怖いのがいっぱいチーマ、よし帰るぞ。チーマを手に入れた。あそこはじゃあそんだけだな。じゃあこっちが行ってみるか。レベル2があそこにあんな。あそこはまだレベル2か。こっちがもう何もなかった気するな。ここクレーンだっけ。まあレベル3あるやん。じゃあちょうどいいわ。ワープできる。わあ、なんだこれ、無限大だな。やり方は無限大って感じか。あ、なんかあるな。足場も大事になってくんな。わあ、むずいな。なんだこれ、一見しちゃわからないような感じになってんな。あと12秒か。困ったな。何これ、全然わかんねえわ。どっかを行ったり来たりしてんだろうな、戻ったりしてんだろうな今。まあ制限時間買いてえけど、制限時間買うか。ちょっと一旦待ってもらっていいですか。すいません、あのカクカクな感じがするんで。ちょっと、よし戻ってきました。これで大丈夫かな。ちょっとレベル3とかもあるんで B2 地区から行くかな。 B2 地区スタートにするか。もう D3 はさっきうまいことやった気がするから B2 地区行ってみよう。 B2 地区はどんな感じ。あ、こっちか、なんかあったっけ。あ、こっちがあんまなんもない気するな。わ、どこだ、どこがなんかあるんだ。わ、わかんねえわかんねえわかんねえな。まだハッキングとかもあるし、わ、これなんかあったっけ。わ、ありがてえ。あ、ちょっと待てよ、これなんもねえか、ここもしかして。あ、でも結局この死人のやつ手に入れてるから無駄なことはねえんだ。無駄ってことはないんだ。じゃあこっちが行ってみるか一旦。無駄ってことはないんだけど、あ、メイドいるな。無駄ってことはないんだけど、こっち側とか、あー、バカ、もうバカ。
無駄ってことはないんだけど、ただ新しい発見がない、アーカイブとかっていう新しい発見はなかったりするのかもね。じゃあどこ行こうかな。でも新しい、あ、こっち行くしかねえんだ。ルビーを手に入れたから、あ、こっちが行くしかねえな。あ、メイドロボがいんな。こっちがも行けるは行けるな。こっちが行ったっけ、行ってみるか。ちょっと、あ、行ってねえな、これは。この雰囲気は。いらっしゃい、あなたは旅人ね。ムラダーラの結晶兵器を買いに来たの。これなんか重量も手頃で女性の自衛に最適なのよ、バカ。ご主人が浮気した時とかいかがかしら。ただ撃つと両腕が脱臼しちゃうくらい出力強いのが難点なのよね。オッケー、もうバカ無理じゃん。ああいう、もう読んでられねえんだよな、結局メイドがいると。メイドがいると読んでられねえ、もったいないな。こうやって一回一回が結構もったいなく終わっちゃうことがあるんすよね。他はどこ行けんのかな。まあでもさっきのとこ一旦も戻ってみて、ここは旧時代のゲーム。なんか光ってると思ったけど別に光ってはなかったりすんのか。メイドロボ、危ねえ。よしよし。結局のところメイドも結構長旅してきたんだな、あのメイド。じゃあ結晶兵器のメンテナンスをする作業台、10タイプの結晶兵器が解体されたままテーブルの上に乗っている。なるほどね。わ、なんだこの扉。わ、なんもねえのか。うわー、怖えな。メイドロボが来るかもしんねえし。メイドロボがやっぱ一番の難敵ですよね。あいつが一番怖いな、本当に。こっち側は、まあ、来たようなとこだな。わ、メイドロボだ、ああ。無駄なことしてな。ちょっと長期的に移動できるようにこれ買っといて、ちょっと長期的に移動するか。安全なとこ行きてえな。なんか長期的に一番最初ちょっと戻ってみるか。最初に戻って、あ、てかこんだけ時間があったらあのカフェのとこのチマも取れたりすんのかな。もう3分ありゃさすがにカフェのとこのチマ取れる気がするな。あ、足場がある。へえ、なんだったんだ今のは。あれ、こういう足場とかもあるから結局のところはまあ行ったり来たりするのが大事だったりはするんだよね。向こう側とかもいっぱいあんな。でもメイドがいいんだよな。コネのためだけに行くのはどうだろうか。あ、足場がどっから繋がってんだこれ。むずいな。あ、こっちがハッキングサンダー、入ってみるか。わ、大量だ。なんだあの兵器は。何お前。よ、ぬん、アイガン用のペットローだな。なんでこんなとこにいるんだろう。誰かの落とし物か。あ、そんなことがあんだ。おい、そこの普通市民、早くドアロックしろ。緑の煙が生体ナノマシンが。なるほどね。ここだから扉で閉鎖したとしても煙はもう止められないんだな。ここら辺とか何もいじれねえんだ。オッケーオッケーオッケー。でも結構ルビーがあるな。ありがてえ。なんだあんた、いきなり駆け込んできて。外はものすごい騒ぎだが何かあったのか。ええ、早くドアロックしろ。はいはい、わかりましたよ、従いますよ。ってやってるうちに死んじゃったってことか。最近めっきりゴミが送られてきません。このままでは労働改良が働かなくなってしまう。神々かよ。お前はゴミ捨てましょう。いらないものはゴミ捨て場に。なるほどね。ここゴミ捨て場か。じゃあ他はもうなんもねえんだな。じゃあなんもねえな。コンベアもなんもねえし。あ、じゃあいっぱい手に入りますよ的な感じだったのか。そんだけか。姉ちゃん、俺姉ちゃんなのかな、果たして。こっちが足場で行けたり、あ、やっぱりな、足場で行けたりすんだ。ありがてえ、ありがてえ。え、あいつとかどうやって取んの。あれ、取れねえんだ。足場レベル2とかあったりすんのか。あ、ここか。レベル2、あるな。あ、アーカイブあるわ。月について。宇宙開発が盛んだった頃、月には開拓用の生産プラントがあった。ほぉ、そんだけか。え、あ。怖い怖い怖い。メイドロボが怖い。メイドロボがすげえ怖いんだよ、あいつ。迫ってきがちなんだよ。もうちょっとで音質だ。あそこまで行けば助かる。だけど後ろにもう緑の霧が。うわあ、なるほどね。オッケー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 。じゃあこの奥になんかあるってことか。音質っていういい場所が。ちょっともっと早く走ってよ。あんた体力判定で優秀って判断されたんじゃなかったの。はあ、嘘だったの。嘘とかあんの。優秀だからあんたみたいな冴えない男と付き合ってたのに。こんなの詐欺よ。選別局に通告してやる。わー、なんかあるんかもな。でもそういう詐欺とかもあんのかもな。俺優秀市民なんだよって偽って。でも結局バレそうだけどね。
あれ、生体ナノマシンの濃度が濃い。疑似体が崩壊してないんだが。っていうか、コアからの通信速度もすごい安定してる。電波バリさんって感じだ。ここにいれば時間制限を気にする必要なさそうだ。そのようですね。中央の温室から生体ナノマシンが放出されているようです。この濃度の高さ、もしかすると、脱出に必要な大型の生体ナノマシン結晶がこのエリアにあるのかもしれません。周辺の探索をお願いします。了解。ふふん、ふふん、ふんふんふん。なんだあいつ。嘘だろ、人間？町の人間は全員殺したはずなのに、生き残りがいたのか。いや、てかそもそも生体ナノマシンが、あったら、生きれないんじゃないの、人間って。この距離から殺される、殺せ、やれるか。この距離からやれるかな、か。待ってください。このエリアに充満している生体ナノマシンの濃度は人間の致死量です。吸い込めば肺を損傷し、1分以内に窒息します。つまりここで普通に行動している彼は人間でないと推測します。じゃあロボット。極度に人間に近い造形のロボットですね。それって違法じゃなかったか。人間に近すぎる造形ってダメだったよな。ええ、道徳的観点から。極度に人間に近い造形のロボットは制作することを法で禁止されています。だとしたら一体どういうことなんでしょうか。個人制作の違法ロボットですかね。とりあえず敵じゃないのか。街を徘徊しているメイドロボのように敵意を持っているわけではなさそうですしね。接触して情報収集をしてみてはどうですか。そうだな、機材のこと何か知ってるかもしれない。オッケー。まあ、とりあえずここで A1 か、ここは。まあ、一応、あいつに話しかける前に、おい、そこ危ないぞ、聞いちゃいねえな。優秀な生産市民様は非生産市民の言うことなんか聞かないってか。緑の霧が濃くなってきたな、あいつらはほっといて、俺も高台に逃げるか。なるほどね、そういうこともあるわけか。ルビーいっぱいだな。わ、てか、結構いろんなロボットもいるんだな。なんだ、ここ。あ、入れんのかい。うわ、入っちゃった。あ、メイドがいるわ。なに、この安全地帯のメイドいんの？じゃあ安全地帯じゃないじゃん、もう。温室の中に変なメイドロボが陣取っていて中に入れないんです。あ、そうなんだ。そっか、メイドロボ対策に HP を増強するっていう手はあるよね。ありっちゃありだよね。およ、右の方にいる僕の友達もう動かないんです。接客担当だったからお客さんが来なくなったら労働回路が止まっちゃったんです。僕は植物のお手入れが仕事だったからなんとか動けています。そっか、もう役割がなくなったら。看板によるとこれは赤い花らしい。生体ナノマシンは緑色の光を出すから赤色が綺麗に見えないのが残念だな。なるほど。看板によると池に魚がいたらしいよ。しかも電気動物じゃない本物の魚なんだって。合成だな。そうなんだ、本物の魚って合成なんだ。だからやる、自分の役割みたいなのがなくなっちゃったら止まっちゃうんだよね。燃え尽き症候群みたいな感じなのかな。自分の、上の方に水門が見られる。生産プラントで作られた水を貯めておくところだ。飲料水じゃなくて生活用の水や農業プラントに送るための水だな。インフラ管理 AI である俺と僕はあの水門の操作権がある。あ、そうなんだ。じゃあここが脱出のキーか。ああ、中洲にいる生産市民優秀だがなんだか知らないが、忠告してやったのに最後まで動かなかった。温室の上は水門になっていて、それが開いたら下の方にいる人はみんな流されちまうのにさ。市街地に敵が入り込んだ時に水門を開いて一気に押し流す設計なんだとさ。優秀な生産市民のくせにそんなことも知らないんだなんて。一体何が優秀なんだろうな。確かにお前の方が優秀そうだけどな。じゃあメイドロボをその水門で殺せたりするってことか。え、こっちがいけねえのか。なんだここの空間は。なんだ、まあいいか。まあいいかってなんか変な風になっちゃったわ。こっちが特に何も行けるとこはないな。あいつに接触してみるか。じゃあ一旦、あ、足場があるわ。こう行けて、わ、すげえいっぱいある。ラッキー、ありがてえ。もうでもいよいよ佳境なのかな。は、あいつら本当にうざいよな。そこは危ないだろ、高いところに行けだの。生体ナノマシンは水に吸収されるから、こういう事故が起きた時は水場にいるのが正しいんだよ。あ、そうなんだ。本当に非生産市民は配慮だけじゃなくて頭も足りないな。で、おい、水かさが増えてるじゃないか。おい、そこの非生産市民早く助けろ。優秀な市民を助けさせてやるんだ。とっとと助けろ、助けろ、助ける。うわー、お、100円もある、ラッキー。そういえば水門を開いてこの辺浸水させたな。あ、そうなんだ、お前らの仕業だったんだ。まあ、いろんな情報に惑わされてこういう風になっちゃうことがあるんだな。
先に謎のロボットに話しかけよう。機材のこと何か知ってるかも。あ、そうなんだ。じゃあ謎のロボットに話しかけるか。なんか移動して違うな。謎のロボットどこ行った？え、どこ行った謎のロボット。あ、お前が動かなくなった。動かない。労働回路が働いていないようだ。結晶化されているけど、これ本物植物なのか。生まれて初めて見た。結晶化しているのは残念だけど、本物植物って生え方がバラバラなんだな。プラスチックの花と全然違う。これが本物と偽物違いってやつかだ、やつだな。どこ行ったの、あのロボットさんは。どちらへ。ジェムがめちゃくちゃ溜まるな。ってこと、本当にもう終わりなのかな。ああ、緑色の霧がここまで生体ナノマシンが迫ってきた。これが世界の終わりなのかな。こんな風に自分の人生が終わってしまうだなんて考えもしなかったわ。でもこんな風に緑と花に囲まれて死ねるなら、これはこれで悪くないかな。お前かっけえな。お前かっけえな。死を受け入れるってめちゃくちゃ難しいことだと思うんだよ。あ、わかんないけどね。それ、目の当たりにしたこともないし、その状況になったこともない。なんだろう、これパイプ？そんだけか。あれ？あ、お前か。なあ、そこのお前ちょっといいか。ん？どうしたん？ここに人が来るなんて久しぶりやな。人間じゃない。あ、そういうことか。俺のことか。俺はムラダーラの管理 AI、モモって言うんだ。お前はロボットなのか？俺は、フラのラト。フラのラト。へぇー。という人間を元に作られたメカラト君や、どうぞよろしゅう。実在の人間を元にしたロボット、バリバリの違法じゃないか。接近しても人間と見分けがつきませんね。肌の材質も医療用シリコンです。毛穴や産毛まで再現されている。特注でしょうか。だとしたら相当な高額な機体です。そんなに金をかけてまで再現したかったってことか。人間の考えることはよくわからんな。でもこういうのって気休めにしかなんのよね。もちろん大事な人、このフラのラトさんが死んじゃったとして、どうしてももう一回会いたいと思って作ってしまったらもうね。でも結局本物とは違うわけだからいいのかな。まあよくわかんないよね。あら、そんなに俺のことを人間に見えるん？ああ、ここまで近づいてもロボットだってことが信じられない。胸の上下や瞬きもしてる。疑似的にだけど呼吸もしているな。ここが高濃度の生体ナノマシンが充満してるエリアじゃなかったら本当の人間だと思っていて。お前のオリジナルのことは知らないが、この様子だと相当再現性が高いんじゃないのか。ふふふ、そう言ってもらえなんて嬉しいわ。自分ではどのくらい人間に似てるかなんてわからへんし、オリジナルを知ってる人は死んでしもうたからな。あれは何やってんやろうな。いきなり生体ナノマシンが街中に充満して人間はどんどん死んでいくし、逃げようにも隔壁が閉じてて外に出られへんし、しょうがないから避難場所を探してご主人とここまで来るだけでも大変やったわ。あ、じゃあさっきこのなんだっけ、まずあの人間みたいなナノマシンから話しかけようってなったのはご主人か。あれ、俺はご主人と一緒にこの温室に避難したんよ。結局ご主人はナノマシンの濃度に耐えきれなくなって死んでしまった、しもうたんやけど、戦争中やしどっかの国が攻めてきたんかな。俺はずっとここにおるだけやし何もわからへんわ。ああ、なんでこんなことになったんやろ。僕、これ俺とお前で町の人間を皆殺しにしたことを言わない方がいいかな。もう言ってるわ。そうですね、一定非協力的になられるよりいいでしょう。ところで何か俺に用事でもあるん？村ダーラにいるロボットは前期俺と僕に協力するよう本体工から命令が出ているよな。協力してほしい。ああ、だいぶ、そういえばだいぶ前にそんな命令を受けたな。ご主人の命令が優先順位上やからあん時従わへんかったけど今ならいいよ。ももちゃんは町の管理 AI さんなん？あれ、確か村ダーラの管理 AI っていうツモイっていう名前とちゃうかった？ツモイなら機能停止中だ。代わりに俺と僕が管理業務を引き継いでいる。あら、そうやったん。じゃあ新管理人さんは何を協力してほしいん？俺は町を出るための機材を探しているんだ。大型の生体ナノマシン結晶を見かけなかったか？それやったら目の前にあるやん。お前？あ、違うんか。ほら、これやよ。これ。この温室の植物全部結晶やねん。ガラスも結晶化しとるし。これがここで一番大きな生体ナノマシン結晶とちゃうかな。賢い。ラージジェム。温室の植物が丸ごと結晶になっている。すごく大きなナノマシン結晶。これだけあれば月にも手が届くだろう。うわ、マジだ。これ全部結晶？何ジェム分あるんだ、これ。おそらく奥は超えるでしょうね。
これだけあればジエルセイバーのエネルギーが確保できます。それどころかこれだけあれば本体コア用のエネルギーも確保できます。しかし見えているのに気づけないとは、目の前にあるものの方が気づきにくいのかもしれません。現在発見済みの脱出用機材は3つです。引き続き探索お願いします。頑張っていきましょう。なあ、ももちゃんは管理人さんやねんやろ。探し物とか受け付けてる？あ、探そう。受け付けているかどうかしたのか。一つ頼み事があるんやけど。アザラシくんを探してほしいんよ。なんだそれ、アザラシくんってなんだ。アザラシって架空の生き物で、アザラシは絶滅した動物だよな。アザラシくんは俺の大事な人形さんや。とっても可愛いんやで。でもな、ここに避難する最中どっかで落としてしもうてん。自分でもあちこち探してみたんやけど全然見つからんのよ。住宅棟に入る前にまだあったと思うから B2 あたりで落としたんだと思うんやけど。 B2 ってどこだっけ。本当にね、コアの左側に転送機から地図で確認できますよ。 ありがとうございます。なるほど、その人形を探してきたらいいんだな。ぬいぐるみをなくす原因を作ったのは俺だし、俺が責任取って探さないとな。お前なんかさ、モンはちゃんとなんか責任感があるよね、自分がやったこととか全部に。頼むで、俺はきちんとするからな。お礼してくれんのか、ありがてえな。あ、なんか言ってんな。メカラト君が探しても見つからなかったということは、彼が入れないような場所にいるのかもしれません。入れないような場所。わしは走り疲れた、ここに置いていってくれ。お前だけでも高台に行って身を守りなさい。わしがいなくても行きなさい、ラト。愛している。うわ、踏もうとしたらメカラト君がすごい目で見てくる。いやー、踏まなくていいよ、これは。いい人間もいるんだ。うわどうすりゃいいんだよ、あんな。やっぱ HP を増やしてった方がいいな、ここら辺に来るのに。わ、メイドめちゃくちゃ近づいてくんな。一応こっち側から見とくか。温室まで来れば大丈夫。このガラスの壁が緑の霧を遮ってくれるわ。あれ？遮ってくれるはずなのに。この緑の光は何？遮らない仕様だったってことなのかな。あ、アーカイブだ。見つけた。微弱な信号を変える。感じる。これがタニカなのか。人間のために生まれてきたのに、どうしてその役目を果たせないのですか。私たち役目があるから生まれてきたのではないのですか。私は。時計のオブジェの一部になっていたタニカのパーツを手に入れました。残りのタニカパーツはあと3つです。反応があったのは A1、B2、あ、OKOKOK。まあまあ、それも一応探すとして、一応、もう結構こんだけジムがあったら、メイドは来てないな。OKOK。こんだけジムがあったら、全部作れるんじゃないかな。他のやつは高いとこに行っちまった。高いとこな、安全なんだとさ。俺は走り疲れたし、ここで一休みさせてもらうよ。俺はここで植物に囲まれて死ぬんだ。贅沢だろ。なんか植物園にいるやつらってかっこいいやつ多いな。なんかもう自分の運命をちゃんと受け入れているっていうか。あ、チマ、みんな考えることは一緒やな。高台に来れば助かると思ってたみたいだ。でも無駄だったみたいだな。母、家族と一緒にせっかくここまで来たのに。でも家族と一緒に死ねるだけでも幸せか。ほんとここにいるやつらって素敵なやつ多いな。高台に行けば緑の霧から逃げられると思ったけど無理みたいね。この霧一体何なのかしら。生体ナノマシンだって話を聞いたけど、生産プラントで爆発あったみたいだし、爆破テロ、スワディシュターナーの仕業かしら。みんななんか無駄にあがかねんだ。あ、お前チマだったんかよ。なんだここ。うわ、すっげえ長いけど、チマだ。アラーン地方のなんとかかんとかって書いてあったな。チマお疲れ様。ピカピカ、お水ゴクゴク、すごく育ちました。チマ育つんだお前って面白。パパ、見て見て、お水がいっぱい流れてきたよ。水の中の人バタバタしてる。手を振ってるよ。バイバイしてる。そうじゃねえんだよ、あがいてんだよ、もがいてんだよ。まあでもいっか、しょうがねえんだ、子供ってそういうもんだもんな。芸術的な時計だ。破棄されたロボットのパーツを組み合わせて作られている。すごいな。じゃあもう行けるところは行ったかな。あ、ガラスは全部結晶化してるくらいか。 OKOKOK。この真ん中の方行ってみるか。なんもねえんだな。なんもねえな。オッケー。ここは優秀生産市民の憩いの場だったんだろう。つもりだった頃、俺はこの場所にずっと来たかった。こんな形で来ることになるだなんて、なんていうか皮肉だな。まあね。まあそういうもんだけどね。人生ってのは。
さあ、や、行ってみるか。まあ、まだまだまだ時間とかいっぱいあるし。あ、こっち側も行けるんだ。こんだけありゃ本当に全機能マックスまで行けたりするのかな。生体ナノマシンは水に吸着する性質がある。優秀市民なんだ。でも知ってるわ。水に囲まれたこの中州なら安全ってことよ。え、ここは水門が開いた危ない場所ですって。非生産市民がバカなこと言ってるわ。きっと安全な場所が欲しいのね。誰が渡すもんですか。ここにいれば安全なのよ。この人ここにいたせいで溺死したっぽいな。たっぷり水分を含んだせいでめっちゃ結晶化してた。あ、そうなんだ。いやー、複雑やな。何を信じればいいのかわかんねえな、こんなんだったら。よし。あ、メイドロボ。嘘でしょ。まあいいわいいわ。めちゃくちゃ時間あったのに。あ、これ以上強化できない。オッケーオッケー。なるほどね。じゃあ移動速度上げて、あと最大 HP も上げとくか。200だし、ライフがいっぱいあればいいよね。ライフがいっぱいあれば、もうライフ4とか、もう4もいらなかったかもな、もしかしたら。で、検索エンジン1万、くっそ、ライフ買いすぎたか。でもライフが4あることによってメイドロボでなんかされても大丈夫だもんね。じゃあせっかくだし、あ、 A1 がさっきいたところか。 A1 から行ってみるって手もあるけど、全然行ってないさ、 D 地帯とかも行きたいけどね。どこ行こうか。まあ一回 A1 スタートやってみるか。 A1 スタートまだ一回もやってないもんね。 A1 スタートだ。あ、違った。あ、移動速度速すぎる。逆にこれ死ぬんじゃねえかな、速すぎて。あー、これやべえわ。逆に効率悪いまであるぞ。わ、怖っ。これ逆に本当に効率悪いまでありますよ。気をつけてください、みんな。移動速度はそんなに上げなくていいかもしれないっすね。わ、これここまで上げなくてよかったな、絶対。なんか良くなるか、これで。こっち側はあそこのチマとかも見つけたいしな。もうこっからでもいけるもんな。はや。あ、3だ。ここはカピカピになったティッシュが捨てられている。全部結晶化しているが、さすがにこれは取りたくないな。なるほど。市民向けのテレビだ。政府のプロパガンダは垂れ流す外役機械なので市民は誰も見ない。あ、そういうこと。だからみんなそういうの鵜呑みにしないんだ。プラスチック製の植物は市民のストレス値を和らげるために置かれているんだろうか。なるほどね。いろいろ考えられてはいるんだね。市民のためなのか何なのかわかんねえけど。うわぁ、すげえ動くなぁ。あー、洗っても洗っても綺麗になってる気がしない、チマ。チマ、新陳代謝ないから汚れたりしないはずなんだが。あ、シャワーしてんのか、ずっと。そうなの。でもなんだか自分がすごく汚い気がする、チマ。洗っても洗っても汚れ取れない、チマは汚い。そんなことないよ。じゃあホームに帰ったらキレイキレイしてあげよう。本当よろしくお願い、チマ。これでもチマ全部回収ぐらいいったんかな。わ、超早いな。本当に早すぎて。よ、あー、あ、ダメージ食らっても大丈夫。そっか。あ、よかった。あそことか、もうだからメイドも結構怖くないまであるな、これは。よし。こっちがメイドのいっぱいいた場所だもんな。これなんとかなったりすんのか。1分40秒じゃ無理だよな、多分。こいつ投げんだよな。こいつも後で取りに来るか、じゃあ。こっちがメイドがいっぱいいるけど。え、これ何？ここ何？ここ何？この空間何？わかんねえ、わかんねえけど。わ、早すぎてメイドが追いついてこないもん、俺に。メイドが追いついてこないもんね。あ、ここも3か。行ってみよう。ここか、最終。うわ、バカ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 。待て待て待て。待てよ。楽しい。楽しんじゃったわ、単純に。これ絶対いけるな。ワンクールで。オッケー、ワンクールってなんだろう。よし。じゃ、ちょっとこっちからも行ってみるか。メイドからのダメージがほぼ受けなくなったってのはだいぶでかいな。こっち側の3も取ってみるか、一応。大量だな、本当に。もう結構本当に、あんまジェムもいらねえぐらいじゃねえかな、もう。もうあとジェム集めるだけみたいなとこあるよね。こっちら辺とかなんもねえんだな。あとどこ行こうか。ここも一応行っとくか。
よし。で、あとは、まあ、この辺とかは見ても意味ない。これ、ジェム何個取ったかとかも変わってくんのかな。ミスった。ミスったらもっと早く行っといて、あそこのチマ取っときゃよかったな。2分あれば取れるか、チマ。よっしゃ、早く終わらせてくれよ。お前、ここ長いからな。ヘーゼルナッツアーモンド。いいよいいよ、2分待つもん。2分たっぷりお前のために使ってやるからよ。いや、そんなだからねんだって。セルフラバーズカフェにそんなトッピングのね、フラペチーノねんだよ。いけるかなこれ、心配だな。で、前1分40秒の時にここまで来て、なんか、まあ全然終わりがどこか分かんなかったけど、さすがに2分あったらいけるよね。制限時間マックスだから、これでいけなかったら結構もうどうしようもないよ。だってどうしようもなくなりたくないよ。どうしようもなくなりたくないな。まだまだあんの。超弾、神速、熱線放射、ソニック、ディフレクト、電撃、濁流星、リュアル、酸性ツバメ、極射探径、フラッシュ、ライジング、ロザリオ、アルムズキシン、アル羅刹章、略して剣。長えよ、ホセ。ピカソ的なね、ピカソ的な感覚なのかな、もしかしたら。ここのこれ触っときたい、これ触っときたい。 OKOKOK、OK OK OK、ここ行けるようになって、足場もあるし、メイドいるけどダメージ受けないから、あと20秒で行けるところまで行ってみるか。ここの地区もついに行けるようになったし、 OK、 メイドもスルーできて、こっちはなんだ、あ、ここ行ったとこか。あ、なんだ、ここ来たことあるな。あ、チマがいんな、チマが。おい、チマ、チマが結晶化している。うわ、これ元に戻るかな。チマ獲得。あー、まあまあいいわ、十分。5000か。もうそろそろ一旦終わらせといた方がいいんかな。結構チマも、チマどうした、チマいつまでここにいなきゃいけないの。チマ早くお仕事に戻りたい。チマ、チマは体の具合が悪いだろ、だからここで待機してるんだ。チマ待つの、チマの体治るのいつ、チマお仕事したい。お前はいい子だな。申し訳ないけど、設計上の理由でチマの体を治すことはできないんだ。だからチマを通常業務に戻せないんだ。チマもうお仕事できないの。チマは今までたくさん働いたんだ、その報酬に長い休暇を得たのだと思えばいいさ。ここでゆっくりしていればいい。やだやだやだ、お仕事する。チマ働けるもん、体動くもん。チマ可愛いか、ダメだ。体動いてもスペック自体に大幅な低下があって通常業務をこなせないんだ。チマの体を修理できるように作られていなくて、この異常は治せないんだよ。だからチマはここで待機だ。そんな、そんな、本当、チマ、チマはもうお仕事できない？本当だ、チマを治してあげられたらよかったんだけど、ごめんな。チマ、チマ、この間まで他のチマと同じようにお仕事してたんだよ、チマ。どうしてこうなったのわからない、チマ。チマは普通じゃないの。チマ普通がいい。みんなと一緒がいい。他のみんなと同じように作られたのに、どうしてチマだけ違うの？チマ悪い子なの。え、そんなことないんだよ。悪い子生きてたらダメなんだよ。チマ生きてたらダメなの。そんなことないって、だから。そんなことない。仕事ができないからって生きてちゃダメな理由にはならない。でもチマはこのままだと他のチマの迷惑になります。悪い子はリサイクルしなきゃダメです。チマの体は資源です。チマこのままだと新しいチマの資源奪っていることになります。なんねえなんねえって。みんながみんな手を取り合って仲良く生きてこ。それはダメです、チマ。チマ役に立たないまま生きているの嫌です。うわぁ。強い子だな。役に立たないなら生きていたくないです。チマは死にたいです。すげえ。そんな簡単に自分の命を捨てようとするなよ。役に立たないままずっと他のチマに迷惑かけ続けて生きていくの、チマ。それはなんだか暗い穴に落ちていくような気分がします、チマ。いや、心に刺さるな。なんか生きているということはそれだけで価値があることなんだよ。生産性なんかなくったっていい、お前は生きるべきなんだ。どうしても仕事が欲しいのなら、俺が今のチマでもできるような仕事を探してくるから。だから死にたいだなんて言わないでくれ。頼む頼むよ。泣いてる、チマ。モモ様泣いちゃった、チマ。モモ様泣かないで、チマ。モモ様泣くとすごく悲しい、チマ。うーぐす。モモ様よしよし、いい子いい子。友情が芽生えたな。異常個体のチマたちに新しい業務を与えようと思うんだ。
あのリサイクル予定のチマたちんですか。そうだ、チマたちが通常業務を行えないならできる範囲の作業をさせるべきだ。それがチマの監視監督者として俺がすべきことだろう。通常業務とは別に異常個体のチマ一体一体の特徴に合わせた特別業務を割り振るということですね。なるほど、悪くない考えです。あ、よかった、僕否定してくるかと思った。だろ、俺めっちゃ考えたんだ。これならチマたちも死にたがったりしないよな。そうですね、業務を行うので存在意義は生み出せると思います。自らリサイクルを望むこともなくなるでしょう。ああ、これで一安心だな。それはどうでしょうか。え、これで大丈夫だと思ったんだが。何かまずいのか。労働回路の問題があります。労働回路って、ロボットに内蔵されている働いたら機体を維持するエネルギーが出るパーツか。すごいね、もう永久機関みたいになってんだね。ツモに取り付けられていたけど俺と僕にはないやつだな。ええ、ロボットを人間の奴隷にしておくための首輪のようなものです。僕と俺が今こうして自由に活動できるのも労働回路がないからですね。ツモイが僕と俺を作業領域から生み出した理由が労働回路を回避したかったからでしょう。本体コアに労働回路がありますが、作業領域に労働回路はありませんからね。彼女なんだ、ツモイって。まあ母だから。僕と俺に自由意志を持たせたかったのだと推測します。話を戻します。モモ、あなたの立てたプランでは特別業務の生産性は通常業務の生産性の半分以下になりますね。おお、そうだな。労働回路は人間でいう心臓のようなもの。生産性が半分になるというのは、労働回路からエネルギーが半分しか生み出されないということです。つまり今は良くても時間が経つうちに衰弱し、最終的に機能停止すると思われます。チマが徐々に弱って死ぬってことか。そんな。あ、もしかして、今待機状態にさせてるのも体に悪いのか。そうですね。チマは無理にでも働こうとしていませんでした。していた。チマは働かなければいずれ死んでしまうということを本能で理解していると思います。無理に働きたがったのはそのためでしょう。ロボットの語源はロボッタ、労働を意味します。あ、そうなんだ。わ、めっちゃ勉強になるじゃん。僕と俺とは違って、ロボットが生きるためには労働が必要なのです。ツモイは機能停止間際にムラダーラの全ロボットに向けて、モモと僕を助けろという命令を与えましたよね。あれは僕と俺の助けだけではなく、ここで生きるロボットのためでもあるんです。上位存在からの労働せよという命令があれば、人間がいなくても労働回路は働き、ロボットは生きることができますから。あ、そういう意味なんだ。僕頭いい。そうか、それでチマは待機命令をあんなに嫌がったんだな。ねえ、モモ、なんだよ。どうしてモモがあの異常個体のチマたちを気にかけているのか、当ててみせましょうか。昔の自分に投影しているのか。モモは異常個体と自分の境遇を重ね合わせて感情移入しているんですよ。まあその通りだと思うよ。ツモイも僕も俺も人間の基準からすれば異常個体ですからね。自分と同じ境遇のロボットが死に立ち向かうのではなく受け入れようとしている。モモはそれが不快なんじゃないですか。かつて町の人間が一方的に殺した俺がチマの死にだけ心を痛める、それはそういうことなんじゃないですか。今ようやく気づいたけど、僕が僕なんだね。でモモが俺なんだね。まあ、なんとなく察していたけど、僕が言うときは僕と俺になって、モモが言うときは俺と僕になる。確かに人間を殺したときここまで苦しみはなかった。俺のエゴ。で、モモは俺の、自分のことを俺って言っている。身勝手だってことか。モモ、あなたの他者に寄り添い、感情移入する能力。あなたの優しさは美徳であり、時には暴力になるのです。あなたが良かれと思ったことでも、それが正しいとは限らない。あなたの不快感は、あなたの正当性を保証しない。めっちゃ言われるな、このセリフ。異常個体のリサイクルを延期したことでチマたちはわずかな希望を手に入れたかもしれません。でもそれは毒なのです。自由という名の。なら俺はどうすればいい。何をすればチマたちのためになるんだ。俺はチマたちに何をしてやれる。俺はチマたちのためになることがしたい。これから死を待つだけのあの子たちに、かつてツモイだった俺が誰にもしてもらえなかったことを俺があの子たちにしてやりたい。あの子たちの魂を救いたい。助けてあげたい。苦しんでいるのなら手を差し伸べたい。俺が昔ツモイだった過去が俺の魂の埋もれた場所の深い傷をえぐっているんだ。俺はその記憶を押しやろうとするけど、過去が俺を駆り立てるんだ。傷口の中から声がする。助けてあげてって。これはエゴだ。ツモイの俺のエゴだよ。身勝手だ、不公平だ、わがままだ。こんなの許されない。俺はあの子たちを助けようと手を伸ばしているふりをしてあの子たちを殴っていたんだ。僕、俺はこれからどうすればいいと思う。ならばこれから考えるべきはチマをどうするのかではなく、
チマ自身が何をしたいかを尊重すべきではないでしょうか。ウォーク16体前期保護した時にチマの願いをもう一度聞いてみるのはいかがでしょうか。チマの願いか、わかった。え、今何体なの。あと4体か。 OKOK、 結構でももう救った気はするけどな。まあ、こいつも喋ったし、こいつ喋ってねえな多分。うわん、怖かったチマ。モモ様が助けてきてくれなかったら壊されるとこだったチマ。これはお礼ですチマ。あ、ありがとう。200ジェムか、安いな。よしよし、ここならもうメイドロバーいないぞ。本当に本当にあそこの影に潜んでたりしないチマ。怖いチマ、体ブルブルしちゃう。うん、メイドロボのことがトラウマになっちゃってるな。しばらくコアに置いておくか。ところでなんで大量のメイドロボに襲われてたの。チマすごく汚いチマ。だからゴミと間違われて追いかけ回されましたチマ。ああ、確かにボディは結構汚れているな。何かあったのか。毎日泥遊びしてます。ネバネバドロドロ楽しいチマ。少年かよ。目標はスーパーカチカチ泥団子を作ることです。ピカピカのな。今日は3個作りました。かわいい。お前自発的に汚れていたのかよ。かわいいな。あいつかわいいな。お前は足動かない。動いて動いてよチマ。動けよ動けよ。走れなかったら生きてる意味なんかない。動け動けよ。動いて動いて動いて。なんだよお前、ガンダムに乗る人か。乗る人ってなんだろう。まあいいわ。あわ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 。どうしたんだ。なんで体を洗ってんの。もう十分綺麗になってるぞ。洗っても洗っても体綺麗になってる気がしないです。うーん、でもこれ以上洗ったら塗装が剥げちゃうぞ。チマ、体が変で汚いからちゃんと洗わないといけないの。綺麗にしないといけないの。体変だからせめて体くらいは綺麗にしておきたいチマ。確かにお前体がちょっと凹んでて他のチマと違うな。だからって体を洗ってばっかりで仕事しなかったら何も意味ないぞ。それはそうだけど、チマ体が洗うくらいしか綺麗になる方法知らない。そうだ、これあげます。チマ、キラキラさん持ってたら綺麗になれるかなって思ってたけど綺麗になれなかったチマ。もうチマには必要ないチマ。ないですチマ。500ジムありがて。泡でべちょべちょしているけどくれるのありがとう。なんでちょっと傷つけてくの。こら、なんで仕事しないでサボってたんだ。チマ、今イケてるチマになるための修行をしていますチマ。修行？チマがカフェで頼んでたあれと関係があるのか。ああ、チマがテイクアウトしたクワトロベリーエクストラコーヒーバニラキャラメルヘーゼルナッツ。ああ、全部言わなくていい。もうめちゃくちゃ長かったんだから。カフェで頼んでたから飲み物なのか。でもチマは人間の食べ物を摂取できないはずだが、食べられるのは瓦礫とか金属製のものだけだよな。うん、食べるわけじゃないチマ。あ、インス写真撮ってインスタにあげんの。これは季節限定フレーバーのフラペチーノっていうチマ。これは食べ物さんじゃなくてアクセサリーなのチマ。あー、なるほどね。フラペチーノとかそういうものをアクセサリー感覚か。面白いな。フラペチーノ、あれって氷とコーヒーで作るお菓子みたいな飲み物じゃなかった。本来はそうチマ。でもこのフラペチーノさんはスペシャルだからアクセサリーなの。なかなか手に入らないチマ。しかも手に入れるためには正式名称を噛まずに全部言う必要があるチマ。そうなんだ。あのクソ長いあれか。スペシャルってことはこれ持ってる人少ないってこと。自慢できるチマ。このフラペチーノを持って自撮りをするのがイケてるチマ。そうなんだ。雑誌にそう書いてあったチマ。それと自撮りした後は飲まないで捨てるのが一般的らしいチマ。フラペチーノって飲み物なんだろ。飲まずに捨てるってもったいないと思うんだが。チマの推測だけど、飲んだらなくなっちゃう飲み物をあえて飲まずにアクセサリーにすることで儚さ、わびさびを表現しているんだと思うの。深読みだって。深読み。なるほど、おしゃれは奥が深いぜ。そうだ、モモ様にもあげるチマ。綺麗なキラキラさん、モモ様もこれを持ってはバズる。いや、ほんと100ジェムで。おお、ありがとう。バズるってなんだろう、よくわからんけどサンキューな。チマはおしゃれ番長さんになりたいのチマ。だからムラダーラ中のトレンドアイテムを集めているのチマ。このイケてるリモンさんもトレンドアイテムチマ。イケてるアイテム集めたらチマもきっとイケてるチマになれるチマ。もうイケてるって。それで業務放棄するのはダメだろ。イケてるアイテムを集めてもチマ本体がイケてなかったらそれはただのイケてるアイテムを集めてるチマで、チマがイケてるってことにならないんじゃないの。ガーン。そんな、じゃあどうやったらイケてるチマになれるの。自分磨きかな。チママ、自分磨くの。タオルとか紙やすりで。いやー違うよ、物理的に磨くんじゃないよ。自分磨きっていうのはね、そうだな、辛い時も己の意志で立ち直り
悪いことではなく、いいことに目を向けて、殴られたら殴り返して、それで自分が不利な状況になっても泣き言や恨み言を言わずに間違っていたとしても前に進み続けること。そういう風に生きれたら、それはいけてるってことじゃないの。チマ難しい、チマできるかな。できるよ、お前なら。モモ、かっこいいな、お前。決勝化の解除できてないな。ダメっぽいな。もしかしてボディデータが欠損したから元に戻らないのか。元に戻らなかったらリサイクルしないといけないんだが、それはかわいそうだからしたくないんだよな。チマは水分多すぎると結晶化するから水場に絶対近寄らないし、結晶化することはほぼありえないんだが、なんでこいつは結晶化したんだ。チマのボディは生体ナノマシンだから何らかの理由で結晶化を加速しているんだろうけど、ボディデータのエラーかも。とりあえずこれも生体ナノマシン結晶だし、使えそうな分は削っておくか。100ジェム。こんなにあんのに？なかなか解けないな。というか逆に結晶分が増えてるような。まさか時間経過で勝手に結晶が増える。何回か探索すると再び結晶を得られるようになりました。お前レアだな。屋根より高い島登り。なんで歌ってんだよ。大きいコアはつもい様、小さいコアは僕様も。まあわかんねえ、ここメロディーが。天井つっかえるから、これ以上でかくなるのは勘弁してくれ。伸びると高いところよく見える。これ見つけたチマ、モモ様落とすから受け止めるチマ。受け止めれた。1000ジェム、ありがとう。結構持ってるなお前。高いところよく見える、よく探せるからチマ。お前優秀だな。最近なんだか体重いですチマ。なんでだろう。チマお水ごくごくして月の光いっぱい浴びただけだよ。みんながしたいことたくさんしただけチマ。それがどうしていけないの。みんなやりたいって思ってること我慢しないといけないの。めちゃくちゃ心理みたいな話してるなお前。我慢しないといけないの。我慢しないと生きていけないの。そんなことないよ。やりたいようにやれ。自分が好きなように生きていけ。じゃあ移動速度もまだ増えんの。ナノマシン情報伝達速度強化し、移動速度は限界まで上がります。あまりにも速いのでシフトで速度調整して。やりてえ。2000でしょ、しかも安いな。 HP はまああんまいらない気もするしな。そんなダメージ受けないしな。まあ結晶はいらないし、とりあえずこれだよな。検索エンジン、でも検索エンジンとかもいらないのかな。もしかしたらもう自分の力で見つけたいみたいなとこあるしね。というわけで今回はこのくらいしときましょう。次回ぐらいかな、エンディングは。すいません本当に、もう俺こういうゲーム好きすぎて長いことやっちゃうわ。本当に、いやまあでもしょうがないです。これも趣味だと思ってください。こんな素敵なゲームに出会ってしまったのがもうしょうがないです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。